いかりしんじさん、よろしくお願いします。最初です。本日はですね、まあ、皇帝そして賢者ことね、グランスライミーを使っていきたいと思います。まあ、こいつはね、賢さが異常に高くて、まあ、呪文そして、回復のねエキスパート。まあ、今回命を大事にしておこうか。で、相手は松岡修造、シン・ゴジラ、バンクシーだね。なんでバンクシーにしたのか気になるところ。これ身代わり行きたいところだけど、いや身代わり行こう。今回は、まあ、身代わりの夜の帝王と、まあ、火力担当のキラーマシン、あとは回復、そして攻撃、どっちも呪文できるグランスライムを使っていく。このグランスライムはね、ちょっと俺マジで強いと思うんでね、やっていきましょう。なに、硬っ。いや、知らない。ナイス、早いな、結構。殴れ。さあ、自己電が強いんですよ、こいつは。ズガドーン、いいねー。やべ、根に持っちまった。これやばいか。これやばい、シンゴジラの。やべ、シンゴジラの自己スパで、キラーマシン飛ばされたらやばいね。いや、耐えます。耐えろよ。あ、君が行くだね。まずい。これはね、まずいことやりました。あ、あ、そうか、まあ、スライムキラーか。まあね、このね、皇帝、そして賢者ことね、グランスライムはですね、スライムキラーを持たれているね、シンゴジラ。まあ、光のバリにね、とても弱い。身代わっていく。2回動いてくんねえかな。もう一回。いや、ダメか。いや、ちょっと、まあまあ、まずはね、まあこれぐらいいいよ。俺時代に流れにない、飲まれたりしない。さあ、ミミックさんよろしくお願いします。うわ、ホエールローディングか。さあ、あれ、パチンコ呪文打ちだね。いきなりって発動しまったよ。これはね、だから、シャンタクが多分身軽してくると思うんだよな。これね、甘い気がこうか。で、ピピポーはね、多分あれだろ、バフとかじゃないから、これでいこう。これね、眠らせたら結構ね、勝ちだったりもする。もう尺足そう、眠らせよう。早い。いや、まあ悪くないんじゃない。まあ嫌がらせはちょっと嫌だけど、お前の家の前にうんちしたいよ。いや、でかいよ。眠り方かわいいな、ビビも。あったかいの行くよ。いい火力よ、もう一回。こいつはね、AI2 回コードで2回確定です。いいダメージだ。さあ、暴走していって、やまびこやめてね。ちょ、何回、お前それダメでしょ、もうやめてね。もうずっ、お前、うわ、もう、耐えろ、グランスライム耐えろ。やるっきゃねえんだ。やべ、身代わりしたらよかったな、せめて。セラピソ最強やん。ずるやん、もう。パチンコですやん。さあ、ミックさんよろしくお願いします。リベンジといこうか。なあ。ちょっとね、さっきまで舐めたことされたんで、パチンコだってこと教えてやろう、こいつに。それはパチンコである。いけ、やれ、俺ごちょぶて見せてやれよ。身代わりのシャンタクがね、一発は食らっちゃうね。これはまあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない、結構。あ、ダブル身代わりか。どういう意図があるんだ。まあ、自己電でまだシャンタクを。あ、お前が先に食らうんだ。さあ、暴走しやすいよ。いや、素晴らしい。ルンバチンバ、一回な。もう何回も、よし、暴走はしてないで。お、二回、でかい。もう一回。いや、ひるむのダリーラこれ、ベホマズンを入れてほしいな。さあ、どうなる。こっからが大事です。相手は、盾を失った。矛しか残ってない。セラピソ？でっか、これ。セラピ強いね。耐えろ。ナイス。先に動いて。ナイス！呪文暴走しますよ。さあ、パチンコに勝て！打ち勝て！パチ中に。一回。これ3回来たら死ぬ。ナイス！やれる！持っていける！もう一回。あとは、いや、これね、光の番人が生き残った勝ちだけど、まあ、まずはこれ、ベホマズンだね。暴走してくれたら嬉しかったりもする。で、お前がバーストすんだ。さあ、こういうこと、強くない？いや、こう見ると強いんだよな、スライムカイザー。やれ。皇帝の意地を見せろ。パチンコに打ち勝て。皇帝は賭け事なのしません。ナイス。さあ、アマニアさんよろしくお願いします。さあ、まだパーティーを変えてきました。ちょっと状態異常パーで行ってみたいと思う。ただこれ光の場にリリーがね、おそらくね、あれしてくるでしょ？身代わり。これね、このね、このキラーコンはね、まあ、麻痺ブレイクを持っているんで、結構麻痺系のね、これ焼けつけ息とか刺さったりするんじゃないかな。で、夜の帝王は、まあ、身代わり。これ光の場にはめたいな。これね、グランスライムがね、火力も担当しなきゃいけないんだよね。さあ、いてついていって、悪くないんじゃないか。
さあやはり身代わりだね。そう、互いに身代わりと、いい関係だね。まひれデカスンギ来た。あり、なんだこれは、死ぬなよ。ナイス。いや、でかいんじゃないこれ。ザオリクしてあげてください、お兄さん。リクリクザオリク、悪くない。マズンベホン、いい感じだ。これガンガン行くか、ここで。ちょ、これガンガン行くわ。ちょ、これね、結構頭使ったね、作業が必要です。で、キラーコーンはね、これもう一回焼き付け行こうか。で、夜の帝王はね、いや、これ甘い木行こっか。取りに行け。焼き、キラーコーンはね、スパイスも早い。でかすぎー、やれ。麻痺ってマジで状態上の中でもトップクラスだからね。やばい、待って。光のバニーに効かないの、これ。これまずいね。これ光のバニーにあれが効かない。いや、だから、これでいいわ。で、キラーコーンは一回ここで、インテラ行こっか。よし、これでいけ。こいつはおだて状態と思ってる。さあ、刺さってるよ。ブレス反射。麻痺が長く続いてんな。寝ろ。ザバトローミング、悪くない。メラガイア、ナイス。あ、ネリボスタイプが入っちまうけど。ね、あ、起きちゃったか。これなんとかして、焼けつく息したいな。夜の帝は身代わりだね。なんとかグランスライムを守らないとダメ。なんで今なんだよ。いてつかどこい、来てくれ。まぎれ、これやばい、これマジでやばい、これマジでやばいっす。マジでやばい、待って、待って、これマジで、また俺は、負けるのかなあ。じゃ、バーストズリーだ。いやー、惜しかった。さあ、テッドさんよろしくお願いします。また光の番人かよ。あいつに勝てねえよ。どうやって倒したらいいんだと、お思いのそこのあなた、焼けつく息を吐きましょう。これしかねえのかな、マジで。焼けつく生きた甘いけさ、はめるしかなくない？これでいくわ。じゃないと勝てねえ。いや、いいね。もう持ってけ。悪くない。ビッグマンアタック？強っ。待って、コーンが死ぬ。まあ、火力が単調はダメだ。こいつら火力だけ寝てくれ、二人とも。でかい！ある！これあるよ！身代わり処刑か、一応。お前は殴れ、グランスライム。行け、やれ。でかい。なんでザオリ君、いらない、それ。何してんだ、こいつ。は？なんか変なことしたね。焼けつく、甘い息でいくか。これ取るしかねえわ。あ、そうか、作戦がまだあれになってんだ。まあ仕方がないか。これは俺のミスだ。お前悪くない。追い打ち、いいね。起きちゃった。さあ、化け物が起きたよ。みんな大丈夫そう。いくよ。焼けつく息で入ってくんねえかな。焼けつく息、なんかお前がバーソ、なんかお前やれ、頑張れ、なんか頑張れ。いや、巻きてくれたクソデカ侍。そっち持っていけたりする？持っていけねえか。耐えた！でかい！耐えただと？待って、これやるよ。相手はまだ寝てるから。ザメハ、いや、こいつやるし、いやいや、焼けつく息狙い続けるしかねえのかな。持ってけ、まひれ、まひんねえな。そいつ持ってこう、もう一回。いや、いいよ、暴走、ナイス。は？硬くね？なんだこの異常な硬さ。いや、焼けつく息しか打てないな。いや、これ、待って、これね、ピオリも入れるわ。ピオリも入れて、上から、上取ろう、絶対に。光のバニーの。
こいつはおだて上手を持ってるからダメージ向こう来い。出た、ダメージ向こう、でかい。ナイス。お前 MP がねえ。ちょっと待って、 MP がねえよみんなMP がねえ。あとはこれ殴り合いじゃ。けで、お前バーストやべえんだ。あー、バーストにはバースト。さあ来ていいな。いいね、もう一回やれ、もうやれ全員で、もうやれ、もうボコボコやったもぎ取った勝利をもぎ取りました。ひろきさんよろしくお願いします。また強そうなのが来たな。だがこれ状態上刺さりそうだね、キラーマジンガー。ただこいつはね、魔法カンタがくがきついんだよな。まずは夜の帝王とかをはめたいんで、焼けつく息で夜の帝王は身代わりかな。ダークドリアもね、火力がバカだからね。で作戦はこれガンガンいっか、今回は行こう。まずね、あのグランサイムは作戦大事だね。でっか、はい、キラマジが裸、すっぱだか、これ相手か俺か、どっちだ。ナイスー、でかすんげー、ピリピリですやん、二人とも。いいダメージ、これなー、これなー、これさ、眠らしたいね。無理に全員はめる必要はね。暴走しろ、呪文、呪文暴走しろ。いや早えな動くのが、死ぬなよ。いやダークドリアムさ、マヒラしたらめっちゃでかくてさって誰も動けないんじゃないの。さあ暴走待ってました。いやー、ネディモスタイプ先来ちゃうか。いやこれ癒しの大敵結構でかいな、さっきから。じゃ あここでこれスクルトっすね。生き残らせよ全員を。でこれ こいつにヒーラーさせるか。いや甘い気でいいね、これでいこう。さあ足が速いの助かってるね、キラコンが。さあでかいよ、ダメージ向こうでかいな、いい感じだ。さあおやすみ。キラコンはこれね、どうしようかな。インテラして両手が一応身代わりして、これね、グランスタイム一回ビョンバズさせようか。こういうこともやります。これでいこう。そう、こいつはね、呪文、殴りとね、呪文をね、兼用でやれるのがね、めちゃくちゃでかいの。さあ、いいね。寝てって。お、最後に動くのでかいな。殴れ。一瞬一回殴れ。さあ、ザバザバトローム。キラマジン落ちるでしょ。素晴らしい。あとはやるだけ。いやー。レアムくん、きつそう。いやね。あとは身代わりして、これ完全にはめてんな。これ状態じゃやっぱ強いね。この今の感じ、今の環境で。これキラーコーンがマジでやれる。殴った !3! なんで殴、どういうこと、は、え、お前呪文知らない、どういうことや。待って、インテアスラーもう一回。え、ちょっと待ってくれ。え、なに、え、強、え、なに、呪文が、え、火力、強すぎ呪文がない。さあ、待ってたからより一手使うの。素晴らしいな、これ。最高だね。さあ、インテライジング。おだて上手が発動していって。痛い、やべ、危ねえ。え、なんだよ、こいつ。なんで呪文で殴んねえんだ。だよな、呪文してくれ。さあ、ギラグレーディング。よっしゃー。いや、ちょっとね、皇帝賢者スライブカイザーはね、ちょっと環境でやれんのかわかんねえわ。ただね、呪文もね、回復もね、殴りもできるから、まあ、その点においてはかなりね、まあ、汎用性が高いと思いますけどね。どうなんでしょうか。